なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。クモですが、何か119目からビーム、いややらんけどさ、120管理者朗読を始めます。クモですが、何か119目からビーム、いややらんけどさ、うろこまだわ。じゃあ代わって。だが断る。うろこはぎはまだかかりそう。その間にスキルポイント使って新しいジャガントロー4レベルアップして200に増えたし、これで上位のジャガンが取れる。200ポイントで取れるジャガンは雷のジャガン200、雷属性のダメージを視界に入ったものに与える。風のジャガン200、風属性のダメージを視界に入ったものに与える。地のジャガン200、地属性のダメージを視界に入ったものに与える。銃のジャガン200、銃属性のダメージを視界に入ったものに与える。闇のジャガン200、闇属性のダメージを視界に入ったものに与える。ハコンのジャガン200、下道属性ハコンの効果を視界に入ったものに与える。実質のジャガン200、下道属性実質の効果を視界に入ったものに与える。このようになっております。100で取れるジャガンが状態異常系だったのに対して、こっちは属性攻撃系だね。火とか私と相性の悪い属性のジャガンはもっとポイントが高くなる。下道属性の2つは性能はえげつないんだけど、多分下道魔法でそのうち覚えると思うから今回もパスで。となると属性のジャガンになるんだけど、どれにしようか正直迷う。多分一番相性がいいのは闇なんだろうけど、属性の被りはあんまりさせたくない。今はそれなりに攻めても増えたけど、初期の頃は糸と毒しかなかったわけで、それの対策をされちゃうと私は勝ち目がなくなってたわけだ。いくらなんでも今の私の全部の攻撃に有効な対策をできるとは思えないけど、それでもやっぱり幅広い攻撃方法があった方がいいと思う。そういうわけで闇は却下で、残ったのは風、雷、地、銃の4つ。けど、地のジャガンって何？どんな感じになるの？何か想像できないんだけど。見てみたい気もするけど、地ってなんか空飛んでる相手には無意味そうに感じちゃうんだよね。多分そんなことはないだろうけど、万が一って場合もある。地はやめておこう。三択。迷う。風は多分衝撃波的なものを視界に入ったやつに浴びせるんだと思う。となると、それって防御にも有効なんじゃない？例えば飛んできた火球にぶつけて相殺とか。視界に入ったものに有効なんだから、できなくはないはず。雷は完璧に攻撃用だね。威力も多分残った3つの中だと高そう。気になるのは、雷って付属で麻痺とかつかないのかな？もしつくのなら麻痺のジャガンと合わせれば、麻痺率が上がりそう。ない可能性の方が高そうだけどね。銃は、重力ってことだと思う。他の属性が多分単発攻撃タイプなのに対して、これは持続型っぽい。相手にかかる重力を高くする感じだと思う。どれもそれぞれ長所があるから迷う。よし、決めた。現在所持スキルポイントは200です。スキル、銃のジャガンレベル1をスキルポイント200使用して取得可能です。取得しますか？はい。銃のジャガンレベル1を取得しました。残りスキルポイント0です。悩んだ末に私が選んだのは、銃のジャガン。これを使えば相手の動きを阻害できると思ったからだ。銃のジャガンで相手の動きを鈍くして、呪いのジャガンで弱体化、止めに麻痺のジャガンで完全に動きを封じる。ジャガン30殺せここに完成。というわけで、ジャガンは相手の動きを止めることに重点を置いた編成にしてみた。攻撃手段はその他にも割と充実してるしね。いざとなれば100ポイントで何か適当な魔法スキルでも獲得すればいいんだし。あれ？むしろそっちの方が良かったんじゃね？ジャガンにすごいこだわってたけど、私、ステータス的に魔法特化タイプのはずだよね。魔法スキル取った方が良かったんじゃね？そんなことはない。そういうことにしておこう。
決してジャガン8個同時展開に憧れて暴走したわけじゃない。じゃないったらじゃない。まあ、どっちにしろしばらくはポイント温存かな。進化ボーナスでどれくらいのポイントがもらえるかわかんないしね。その量によってちょっと対応を変えていこう。多ければ怠惰とかのポイント多すぎてちょっと手が伸びにくいスキルも視野に入れていいかもしれないし。さてさて、私が10のジャガンを取った理由は何も戦闘で有利になるからだけじゃない。試しの意味も込めて、ジャガン発動。グエ、何をする情報担当。何って、自分に重力かけてみた。重いよ。私思ったのだよ。私に足りないのは何か、それは筋肉。なんか語り出したぞこいつ。他の Z 戦士たちは何倍もの重力の中修行し、迫り来る強敵たちにも勝てる力を手にした。ああ、言いたいことは分かったけど、鱗剥ぐのに邪魔なんだけど。普段から鳴らしとかないと意味ないじゃん。いいね、頑張れ体担当。目指せ重力1000倍克服。死ぬわ。ということで、常に自分に重力をかけることにした。うん。このジャガンは思った通りの効果だったみたい。視界に入ったものの重力を高くする。普段からこれを私自身にかけ続ければ、ジャガンの熟練度はもちろん、物理系のステータスも上がるに違いない。あわよくば合力なんかのスキルも上がれば言うことなし。今はまだレベル1だからちょっと重いくらいだけど、レベルが上がってくればかなりの負担になるはず。そこから戦闘時は重力を解放すれば、リミッター解除ができるのだ。いいね。その時はぜひ、高速解除、とか叫んでみたい。声は出ないけどさ。120、管理者。鱗取ったどう?よくやった。褒めてやろう。まあ、旧大点か。なんでお前らそんな偉そうなん?体担当がやっと鱗を剥ぎ終わった。やっと顆粒を美味しくいただける。さーて、顆粒のお味はいかがかな?空間感知に反応あり。空間の歪み。初めての経験だけど、なんとなくわかる。これ、転移だ。何かがここに向かってテレポートしてこようとしてる。妨害、できない。そもそも私の空間魔法のレベルじゃ、こんな高度な空間操作を可能とする相手のテレポートを阻止することなんて、できっこない。ここにテレポートしようとしてきてるやつは、感知した空間の歪みを見る限り、相当空間魔法の扱いに長けてる。空間魔法だけで言えば私よりはるかに格上。そして最大の問題は、相手が魔法を使うということだ。それはつまり、魔法を使うことができるだけの知恵があるということに他ならない。今まで、魔法を使ってくる魔物はいなかった。スキルを持っているのすら、さっき倒した顆粒が初だ。その顆粒も結局魔法を発動させることはなかった。当然といえば当然。魔法には術を構築するという面倒な動作が必要になる。それをこなせるだけの知恵が必要になる。顆粒の場合、術を構築するよりも自前のスキルで下級を作り上げた方がずっと効果的だった。魔物の中には魔法が使える種もいるのかもしれないけど、魔法よりも強力で簡単なスキルもあるのだ。けど、今テレポートしてこようとしている奴は、複雑な魔法の構築をこなしている。それは、確固たる意志を持って、ここに来ようとしているということだ。何のために?ここには私しかいない。だとしたら、目的は私だとしか思えない。偶然この場所に転移してきた、なんてのんきなことは考えられない。思考加速でコンマの間にそう結論付ける。身構える。空間が割れ、一人の男が姿を現す。黒い男だ。そうとしか表現ができないくらい、黒い。体と一体になったかのような、細身の鎧。唯一地肌が見える顔の肌も浅黒い。髪も黒。ただ目だけは、異様なほどの赤。男の姿を見た瞬間悟る。これは勝てない。次元が違う。そして、それを裏付けるようなもの。鑑定不能。その文字。けど、なぜか危機感は抱かない。それどころか、男にどことなく親近感が湧く。それと同時に、なんだか歯がゆいような微妙な感覚も。
なぜ、この黒い男とは初対面のはず。こんな異様な存在が突如現れたら、私だったらこんな感情を抱かないはずだ。何なんだこの感情は。男が何かを言う。けど、その言語は私の知らないものだ。思わず首をかしげてしまう。男がまた何かを言う。いや、日本語話してください。でないと私わかりません。I can't speak 異世界語。男が眉を潜める。とりあえず、男に今すぐ私と敵対する意思はないみたいだ。けど、どうしよう。ぶっちゃけ男の話も理解できないし、理解できたとしても私は喋ることができない。筆談くらいならできるかもだけど、日本語しか書けないし、どっちにしろ意思の疎通ができない。困った。男もなんだか困惑してるみたい。なんとも言えない空気が流れる中、私と男の間に何かがポトッと落ちた。スマホだった。は？いやいや。なんでそこにスマホがあるのかもわかんないけど、そもそもこれはどうやって私の前に現れた？これ、私の探知に全く引っかからずにいきなり出現したぞ。もしもし、こちら管理者 D です。スマホからいきなり声が聞こえた。しかも、二重で。一つは日本語で、もう一つは聞いたこともない言語だ。あ、いや、もしかしてさっき男が喋った言語か？あ、男がびっくりした感じで何かを言ってる。ということは、もう一つの方は男の喋ってた言語、つまり、この世界の言語ってことだ。はい、D です。クモさんはちょっと待ってください。あ、はい。ちょっと待てと言われたので待つ。スマホの声は、何やら男と異界語で話している。スマホの声、女の声だ。すごい綺麗な声なんだけど、聞いてるとものすごく不安になる。そんな声だ。平坦な口調で全く感情がうかがえないのも怖い。なんだこれ？話が進むたびに男の表情が変わる。そんなに大げさに変わるわけじゃないけど、眉間にシワが寄ったり、軽く目を見開いたり。で、話が一段落したのか、男が盛大なため息を吐いてくるりと身を翻した。そのまま空間魔法でテレポートしていく。残ったのは私と謎のスマホ。お待たせしました。彼には話をしておきましたので、今後あなたに自ら関わることはないでしょう。あ、そうですか。というか、あなた何者？ D です。あ、はい。ちょっと待て。今、私の心を読んだ。ええ、読みました。プライバシーの侵害だ。あなたは喋れないので、一時的な措置です。普段心までは読みません。心までは、って、それ、私の行動は監視してるってこと？監視という言い方は好ましくありません。感染の方がしっくりきますね。どっちでもいい。要はストーカーじゃん。そうですね。あなたは見ていて飽きませんから。D、思い出した。英知を獲得した時に聞いた名前だ。ええ、あれは頑張っているあなたへのご褒美です。有効活用しているようで何よりです。あんた、何が目的？ただの娯楽です。は？ただの娯楽ですよ。それ以上の意味や目的なんてありません。本気。ええ、何せ、私は世界最悪の邪神ですから。ダメだこいつ。本気でやばい。さっきから話を聞いているだけで、体が震えるのは気のせいじゃなかった。こいつは正真正銘の邪神。私の命なんて娯楽で使い潰す程度にしか感じていない。ひどい言われようですが、間違ってはいませんね。この世界はあんたの娯楽のために作られたの？それは違いますね。私はその世界から見れば部外者です。どういう意味？ここから先は教えられません。教えてしまったらつまらなくなってしまいますから。人のことをおもちゃにして。ええ、ですからこれからもせいぜいあがいて、私を楽しませてください。その先に、あなたが求める答えがあるかもしれませんよ。この、好き勝手言って。では、また。スマホが消える。空間の揺らぎも何も感じられずに。それが、管理者 D と、
クロと呼ばれる管理者との出会いだった。次回はクモですが何か、 S19 ユリウスおまけ魔物図鑑3、高評価チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。